JR 函館駅にできた長い行列。事故の影響で特急列車などに乗れなかった乗客です。 JR では函館と札幌を結ぶ特急など35本が運休したため、函館と長万部間で代行バスの運行が始まりました。余計にホテル代もかかりましたし、どうしようもないですよね。今朝、札幌に向かう客などを乗せたバス13台が函館駅を出発しました。 JR 函館線の復旧の見通しは立っておらず、運転再開は少なくとも19日以降になる見通しです。